神谷さんこんにちは、ジョちゃんです。ジョちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。现在是台湾的早上，我跟文当然是早餐。台湾是一档。文当最期待就是早餐的，对不对？早，那把台湾职业马上过汉桥。那这一次我是带文当去，跟上次不一样的店家。这次呢跟我妈一起，所以我妈也在。那我们这次在的店家呢，它有单点也有套餐，单点的种类超多的。因为这次有我妈的关系，感觉我们可以点很多。然后后面呢，还有套餐，可能超多东西可以点的。すごい、なんかいろんな国の様式があるってこと？そう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 。これが中国式。うん。これがフランス式。我刚才在画，然后文章说他想要自己画。これは何？これ焼きそば。あ、焼きそば。そう、これはあのふーちゃんが食べたい焼きラーメン。そう、これはもうルーちゃんがチェックした。あとここ単品とネギクレパイ。そう。単品の方がちょっと安いんだね。どうしようかな。これはチーズ。そう、卵とチーズ。ああ。一つ10元。卵いるね。卵欲しい？これ玉ねぎ？違う、これはあのコーンなの。あ、コーンか。ルーちゃんのおすすめどれ？ルーちゃんはね、これこれ。ハッシュポテト単品。ああ。ハトちゃん、プちゃん好きじゃん、ハッシュポテト単品。これにしようかな。うん。ハッシュポテト単品。俺チェックする。オッケー。あ、これチェックしないと。これでもダンビもともと卵入ってるから。あ、入ってんの？うん。帮我画一个这个西式套餐。あ、オッケー。那小凉奶。他听不懂什么是小凉奶。奶茶。奶茶。凉的。米豆饮料。绿色的是。我们文当吃东西之前都会先好好洗手消毒。なんか新鮮だね。なんか俺の朝ごはん屋のイメージと違うな。開放的な気がする。然后他们这里还有自助区，可以自己拿酱料，还有餐具。文大概帮我们三个人拿餐具。好嘞，筷子得用哦。筷子。对，筷子，我哈洗。汤匙。汤匙。都 fork， いらないかな。マイカとりあえず。嗯。ソースもいっぱいあって、これがケチャップ。あとふーちゃんが好きなソースはこれ。あとこれは辛いソース。美味しいよ。これも前うちにあった気がする。そうそうそう。いやめっちゃ楽しみ。最近ね、単品もだいぶハマってんのよ。文旦他最近比葱抓饼更喜欢吃蛋饼。なんかね食べやすい。ごま単品ないの？ないないない。我们两个的饮料来了，我点的是红茶豆浆，文旦点的是黑糖鲜奶茶。知らない。おお、なんかすごいとこ刺しちゃった。ねえ、真ん中。ああ美味しい、黒糖美味しい。豆腐。好喝。やっぱね、朝ごはん屋行くとめっちゃテンション上がるね。ねえ、すごいよね。我们点了一盘热狗，果然台湾早上就是要吃热狗。このソーセージも台湾式。あ、そうなんだ。真好。他在画画了，你看。Okay。我们文当看到一大堆来了，现在在拍照，好可爱。我们点了炒泡面，还有薯饼、蛋饼，还有鸡块，超赞的！够完吗？对，没想到竟然有够完，超开心！一个够完，一个够完。我们的花生厚片也来了，你点不讲？好香，超香，可能超好吃呢，可能超级好吃。めちゃくちゃいい匂い。これ熱いうちに食べた方がいい。めっちゃいい匂いやな。ねえでしょ？え、これめっちゃ美味しそう。炒泡面いきます。我们还有加蛋跟加里鸡肉。いただきます。これ。他就是想吃这个啦。やっぱ日本では食べれないのよこれは。ここの豪華ねいっぱいある。そういっぱいある。他吃得很满足。お肉も美味しい。来播花生后面给文当吃。文当没有吃过花生后面，超美味しいだね。わあ。そうこれ美味しい。本当に。いや画面でね香りを伝えるのは難しいけどめちゃくちゃいい匂いしてる。好吃。でもや。好吃，甜甜的。在日本就是没有这个味道。其实文章刚才想吃巧克力口味的，因为我喜欢吃花生，所以我就跟他说你要吃那花生。好香。嗯。好吃，甘じょっぱいみたいな、こんな感じだよね。
それが美味しいのよ。店によって焼き具合は違う。すごい焼いてる店は、これはちょっと焦げができてめっちゃ美味しいの。うん、美味しい。薯饼蛋饼要加酱吗？哇！我在台湾最爱吃薯饼蛋饼跟卡拉鸡蛋。これ美味しい。热狗，台湾人はね、絶対ポテトナゲット頼む。ジャンプだね。そう、超幸せ。还是热狗啊，大家应该会蛮喜欢吃这个。外にもう一層皮があってね。在日本的热狗都是扎实那种香肠，那叫德式热狗，对，德式香肠。然后我就超爱吃台湾这种，可是日本真的很少，所以每次回台湾我都会暴吃。日本は結構パリパリを重視してるね。台湾はしっとりで味が違う。最喜欢吃哪样？都有感觉吃。炒泡面，那最台最台啊。好好吃哦！いや美味しいね。これはね、台湾行ったらね、いっぱいね、太ってて。因为我刚本来说想要再去同一家早餐店，那我就跟我妈讲，我妈就说她要带她去别家，同一家同一家。最初ね、やっぱり前の店美味しかったから、前の店そのまま行こうかって話になってたけど。因为她只吃过那家，所以她认为只有。吃的很多了。いや、本当、なんかね、世界が広がりましたね。其实文章大概是想吃巧克力厚片，因为他喜欢吃巧克力。要不要再点一个？一半巧克力，一半花生酱。可以这样哦。那应该可以吧？哇，我们台湾人知道是早餐，超赞。见他好开心啊，爸爸好高兴啊。那个，妈妈个，会讲你爱的，我都喊不出来，后面的。哦，好开心。他其实很紧张，看得出来。私は女が緊張してるって言って、お母さんが見ればわかる。哇，看文章这样吃，我也觉得好开心哦。常常来就习惯了，那好。文章，这炒泡面有没有鹿角炒的好吃？我的羊肉面，鹿角还是不太流行。鹿角是炒过给你吃。我この方が美味しい。你再搞一点哟。文章说这里的比较好吃啊。那鹿酱が作ってくれたのも愛情があって美味しい。但是文章说我做的有爱，好吃的。对啦，可以灌这个，对眼睛好。谢谢。我回台湾的时候呢，妈妈都会叫我喝那个白兰氏。买的，你们都现在都用三 C 产品，要保养。好吧，いい朝でした。いい朝でした。ルーちゃん朝ごはんどうだった？いやめっちゃ美味しかった。よかったね。焼きラーメンもなんかいろいろ入っててね、すごいね前のと違う感じで美味しかった。しかもあとあのピーナッツパンも美味しかったし。今度チョコ味を食べてみよう。うん、ハーフ&ハーフで。我妈刚才就说应该可以巧克力跟花生各一半，我没有想到直接点了整个花生，说明真的可以一半，下次再点一半的给文章吃。いやね、あとね、タンピンも美味しかったね。タンピン美味しいね。最近はもうネギクレープパイよりもタンピンの方が美味しいと思って。しかもアレンジが多い気がする。因为东京的台湾料理店的蛋饼种类没有到非常多，可是台湾早餐店的蛋饼它是一整排口味超多。また今度台湾来る時に食べに行こう。行きましょう。那谢谢大家看见这支影片，下次影片再见，大家见，拜拜。拜拜，台湾最高。这次来台湾还有一个梦想，就是我要让文章试试看肯德基的蛋挞。想要肯德基的蛋挞就是本体，一定要让文章试试看，因为日本的肯德基呢是没有卖蛋挞的。マジで台湾のケンタッキーと言ったらエッグタルトだねよ。いただきます。日本は売ってないからね。おいしい。でしょ？ちょっとサクサクで味は甘い。なんかね、しかも期間限定でいろんな味が出るの。ここプリンみたいなんだよね。そう。それが美味しいのよ。美味しい。そうなのよ。さすがプーちゃんわかるね。日本にも作るべきだ。じゃあルーちゃんいつもケンタッキー台湾に戻ったらこれを絶対食べる。食べる。絶対食べる。プルプル。プルプル。これ一個いくらぐらいなの？39台湾ドル。じゃあ今のレートだとまあ130円とか150円ぐらいか。そうだね。安くない？美味しい。美味しいピッツァ、ハンガー。